どうも、よい風景です。ヒース9の実況プレイです。じゃあ、水道橋の攻略をやっていこうかなと。行きましょう。どんな感じなのか。あ、これ、見たことあるね。そんなに強くはない。レベル61か。その先に？ラバーチョーカー4。普通に入手できるようになったってことですね。うん。お任せを。これはなんだ？はい、謎の研究と来ました。なんか錬金術のなんかって言ってましたよね。前も言ったけど、5以来だね。錬金術なんていうタームが出てくるなんて。敵がいるぞ。この辺にお宝があるっぽいけど、この上上がれないね。積み返しになっているか。これか。ここは何もないな。イベントがあるぞ。貴様たちは？ん？怪人ども。あら。おのれ。抜け抜けと監獄に忍び込みおって。そういうこと言ってる場合じゃないんじゃない？エルガー監獄長、ずいぶんやつれてるみたいだけど。そのざまじゃいつもの迫力も半減だな。笑いたくも笑い。こうしてシャトラールにたばかられたのは俺自身の不始末。男ベルガー、言い訳はせん。相変わらず潔い方ですね。まあ、守備隊の部下たちに信頼されてるだけはあるのかな。貴様らのような不届き者に褒められても嬉しくないわ。おのれシャトラールめ、このように生き恥をさらすくらいなら、いっそのこと自ら命を絶つべきか。だがそれでは監獄長の職を与えてくださった陛下に報いることが。陛下？ロムン帝国の皇帝とやらのことだろう。グリアを攻め滅ぼしたのもそのジジイのご意志ってわけだ。ジジイ？確か少し前に若い人に代替わりしたみたいだけどね。どうでもいい話だぜ。こら、貴様らごときがあのお方のことを研究するな。アドルさん、監獄長さんをここから出してあげませんか。なぬ、キリシャ優しい。監獄長の役割は監獄の管理と町の治安維持だ。確かに機能してくれた方が騎士団への牽制にはなるかな。うん、町のことも心配だし。断る。え？貴様ら怪人の力を借りてここから出るなど人生の汚点だ。監獄長が牢に入れられてる方が汚点だと思うけど。本当はね。バルドゥークを守るのもあなたたちの立派な仕事でしょ。
大体ロムンの総督府だって騎士団が占拠しちまってるぜ。何？それは本当か？陛下がこれを知ったらどう思うでしょうか。おい、赤の王、すぐにここから出してくれ。うん、じゃあフォークでちょちょいって。それは俺のセリフだ。貴様らの手を借りねばならんとは、このベルが一生の不覚。便利なフォーク。あ、この先にシャトラールがアプリリスの仇を取らせてもらおうではないか。また捕まらないようにね。なんだ、心配してくれてんのか。あ、とりあえずお宝があるっぽいぞ。肉でした。いや待てよ、あ、これか。その先イベントあり。いや、ボスかな。その下に行くには、あ、ここボスだね。じゃあまあ見てみようか。うん、なんか数多いわ。これはどの程度のやつらなんだろうな。うん、ボス扱いじゃなさそうだぞ。攻撃力が高い。さすがにやばい、やってしまうんだ。まだいる、まだいる、まだいる。やっつけた？よし、なんとかだったね。楽しかった。ボスではなかったな。まあいいか。あ、またその先にイベントがあるな。お、ぐるーって面白仕掛けですね。違う。うん、この先ってことか。そっちなんだっけ。あ、でも行ったことあるところっぽい。構造が変わったから分からなかった。この仕掛け、あ、元に戻る仕掛けかな。あれ？
君たちはひょっとして噂の怪人たちか。マリウスいた。どちら様でしょう。助かったよ。無理やり騎士団に監獄へ連れてこられてさ。ひょっとして騎士団に捕まった方でしょうか。なあ、そんなところかな。いや、わかんないよ。命からがらなんとか逃げ出してきたけど、奥にはまだ捕まってる人たちがいるみたいなんだ。もしかしてお姉ちゃんたちもきっとそこに。その怪人にこんなことを頼めるかわからないけど、できることなら彼らを助けてやってくれないかい。うん。マリウスさ、どういうつもりなんこれ。アドルがここで正体を表したらどういう顔するんだろうね。心配には及ばないよ。こう見えてもすばしっこい方でね、一人ならきっとなんとかなると思うんだ。それじゃあ待ってる人もいるし、僕は早速外へ向かうよ。はい、そのお気をつけて。怪しいな、マリウス怪しい。空何かある。びっくりしたな。なるほど、あれが赤の王か。やれやれ、僕もひどいことを考えるよな。ん、何のことなんだ。お姉ちゃんはどこ。先走んじゃねえよ。あ、なんかすごいの出てる。硬い。なんだって。マリウス何を企んでるんだ。意外と黒幕だったりするのかな。つけたね、これ強敵だな。こういうイベントあるね。あ、人が、あ、カーラいた。さ、シブルの僕っ子。あ、送ってったんだね、外までね。そこにお宝ありだぞ。うん、なんか素材だ。あ、フェリックスいた。
怪我ではすまんかったぞ。とりあえず捕まった人は全員助けたっぽいぞ。お宝があるはず。これか。あ、ここもなんかあるな。あ、グザビエだ。さっさと出し上がってください。キリシャ好きでしょ、こういうの。違います。うん、僕らは全員の一市民だよ。この反応、やっぱりクザビゲ。あ、最王の鍵。何なんだろう。この先一体何があるというのか。なんでオタクを持ってるんだろうか。なんだ、なんなんだ。うん、なんなんですかね。この先一体何があるというのか。お、開いた。あ、やった。このアイテムがあると HP 増やせるんだよ。皆さん、覚悟を決めてまいりましょう。ここで一息つこうか。というわけで、ここボスのようだね。このダンジョン初めてのボスか。よし、じゃあやってみっかな。行き止まりのようですが、アドル君、これ捕まってる方のアドル君だよね、きっと。うん、僕だね。おいおい、どうなってやがる。あの世紀人形の類ではなさそうですが、ついにここへたどり着いたか。90点あげようじゃないか。シャトルアル団長、あ
のアドルさんは一体何なのさ。以前君たちに約束したことを覚えているか。私が口で説明するより見てもらった方が早いだろうと。そして今時は満ちた。約束した通り真実をお見せしようではないか。ふん、能書きはいい。さっさと聞かせてみろよ。慌てるな、クレドよ。バレている。物事には順番というものがある。まずアドル君、錬金術という言葉はご存知かな。うん、知ってますよね。ああ、そう、かつて君がサンドリアでも触れた古の技術だ。でも使えなかった。錬金術って、剣で戦った方が楽だった。もしかして16知ってるの。100年戦争前後のグリアで盛んだったとされる学問さ。何の変哲もない物質をあらゆる手段で黄金に変える研究だったらしい。黄金だと。おいおい、ずいぶんうさんくせえ話だな。でもその研究は科学や薬学をはじめ他の学問に大きな影響を与えたんだ。その後眉唾者だったとされ歴史の闇に埋もれていったけど。ふん、それだけでは50点だ。え、採点がムカつくね。相変わらず。目指したのは金属や物質の錬成だけではない。人の肉体や魂をも対象としてそれらを完全に再現する技術を指す。ああ、人の肉体や魂まで。そして当時一人の学者がその技術を完成させていたのだ。そんなバカな。もしかしてこの施設ってその錬金術の。ご名答。ここは錬金術によってホムンクルスを作る施設だ。え、嘘よね。さすがに。ですがもう一人のアドルさんに関してはそれで説明がつくかもしれません。あのアドルは錬金術とやらで作り上げたってことか。ふう、またしても50点だ。あ、なんだと。あそこにいるのが正真正銘不正室の冒険家であるアドル君だ。そして彼を元に錬成されたのが君だよ、赤の王。え、本当なの。ちっ、ふざけやがって。うん、え、一体、え、いつ。それは最初からさ。この監獄から脱獄して怪人となったのが君だった。そうだったのか。もしも今の話が本当だったとして、それがどうかしたんですか。ん、確かに錬金術とアドルさんのことは驚きました。でも赤の王さんが私たちの仲間ってことに変わりはありません。キレちゃん優しいな。そんな話で私たちを揺さぶろうとしたって。キレちゃん、言っただろう、物事には順番があるとね。この話には続きがある。むしろこちらが本題と言うべきか。こいつらは。なんだって。怪人たちよ、そこにかかった絵を見てみたまえ。ああ、絵だと。バルドゥーク解放を題材にした絵みたいだけど。この絵がどうかしたのかしら。ユファさん、描かれている人物たちをよくご覧ください。これってもしかして僕たち。それに
真ん中の人物。なんか知らない人もいない？聖女ロスビータ。いや。アプリリスさん。今に伝わる銅像や肖像画より忠実に描かれたものだそうだよ。周囲の人物は百年戦争時代に聖女の下で活躍した英雄たち。そう、君たち4人は彼らのホムンクルスなのだ。私たちが？でも百年戦争って500年以上前のことだけど。この監獄がいつからあると思っているのだね。そんな。だから俺たちは孤児や養子だったりするわけか。あ、そういうことか。アプリリスさんはやっぱり聖女のホムンクルスってことだな。100点ご名答だ。アプリリスさん、人形よ、君は根源でありアドル君と並び特別な存在だそうだ。だがまあ、それについては今は置いておこう。根源。そうなんだ。ああ、全くもって素晴らしい技術だ。さまざまな分野で卓越した知見や類まれなる才能を持つ人材たち。錬金術の力があれば彼らを複製して操ることが可能となる。私は彼らの力でグリアに強固な軍隊と政治体制をもたらす。ロムンの支配を脱し、この地を豊かにし、誰も悲しまなくて済む国を実現するのだ。もしかしてそのために監獄に人を集めてきたってこと？どうやらそうみてえだな。でもそんなやり方で本当にいいんでしょうか？もちろん、私たち自身もできる限りの努力はしてきた。だがそれでは8年前のロムンとの戦争と同じなのだ。話にあった、たとえ人の道を踏み外したとしても同じ過ちを繰り返すわけにいかない。だからこそ手に入れるのだ、理想を実現するために必要な力を。怪人たちよ、君たちにもぜひ力を貸してもらいたい。かつてのバルドゥーク解放者が旗頭となれば士気も上がることだろう。大切な人を失った気持ちは同じグリア人だからわかるわ。でも戦争があったのは悲しいけど、もう時代は先へ進んでるんです。ロムンの人たちだって悪い人たちばかりじゃありません。まあ、今のバルドゥークにあったやり方がありそうな気はするよね。私も両親を亡くしたけど、少しずつそう思えるようになったわ。力の行使は否定しない。だがシャトラール、てめえの話はワクワクしねえな。少なくともてめえと組むよりやり合う方がはるかに楽しそうだぜ。君たちの考えは分かった。君たちとなら共有できると思っていただけに残念だよ。説得は下手だよね。ちなみにアドル君、いや赤の王はどうかね。そんなことでも本当のアドル君とさ、どうやってお礼をつけるかの方が気になるよね。未来は自分の手で切り開くものだってかっこいいこと言いたい。なるほど、複製であっても君は冒険家なのだな。ならば君たちはもはや私の障害ということになる。障害は消去して私に従順な英雄として再練成させてもらおう。そんなことが可能なのですか？言ったはずだ。魂すら錬成の対象とするのが錬金術だと。幸い材料はここにあるからね。あんたもタガが外れちまった一人ってわけだ。いいね、やっぱこっちが断然ワクワクするね。クレードブレないね。消去って、私たちの今までがなくなるってことですか？そんなこと、おとなしく認めるわけにはいきません。よく言ったわ、キリシャちゃん。
いきなりホムンクルスとか消去とか勝手なことばかり。私は今までの自分も、そしてこれからの自分も絶対諦めてなんてやらないんだから、覚悟しなさいよ。健康な体に変えてくれるなら再練成とやらは大歓迎だけど、結局ただ死ねってことだよね。ただでさえ短い人生なのに、そりゃあないよね。あなたの主張に正当性を見出すことはできません。この先自分が何者か知るためにも全力で抵抗させていただきます。ならば来い、バルドゥークの怪人たちよ。帝国騎士団団長シャトラールが全力で相手を務めよう。よし、敵討ちだ。あ、でっかくなる。でもこっちの方がやりやすいと思います、多分ね。うん、やるぞ。恐れるな、全力で立ち向かうぞ。はい承知、了解。はいはい、まだ本気を見せたことはなかった。うるせえよ。さあ、かかってくる、バルドゥークの怪人たちを。イカれた者同士、仲良く殺し合おうじゃねえか。半分ジャックラまで初見で話した。よし、やっぱりラッシュ効くね。かなりね、強敵でしたけど、もう10分くらいかな。さすがだわ。ここまでやってようやくか。なるほど、成長したものだ。さすがは赤毛のアドルと百年戦争の英雄たち、大した力だ。だが私は諦めんよ。諦めるわけにいかんのだ。まだ立てるの？クレドさん以上のしぶとさです。グリアを引き合いに出されるクレド、我らの手に。それがあの戦争で散っていった友達への、非業の最後を遂げた者たちへの、せめてもの手向け。シャトラールさんの体が、バカな、私もホムンクルスだというのか。どういうことだ。あの男やってくれたな。
あの男。そうか、あの時私も皆と共に死んでいたのだな。ちょっと待って、まだ聞きたいことが。ようやく会えるな。まあ仇は取ったな。そんな、まあ勝手な野郎だったな。シャトルールさん。ふん、面白くもない。一応見届けに来たが、予想通りの結末だったか。ベスタさん？誰？まあいい、すでに研究は完成しつつある。シャトラールは十分役に立ったと言ってやってもいいだろう。おい、急に現れて何を一人でだべってやがる。貴様、誰に向かって口を聞いている？誰だい？全然誰だかわからない。赤の王、こうして話をするのは初めてか。僕の名前はゾラ。お前たちホムンクルスを作った始まりの錬金術師だ。錬金術師、ただのおっさんにしか見えない。施設も貴様らも全て長年にわたる僕の研究成果だ。そしてシャトラールやスミノフに錬金術の手ほどきをしたのもの。そんな、ベスタさんが。ああ、この姿は数あるうちの一つに過ぎない。僕は昔から慎重な性格でな。今まで町で出会ってきた。本当の姿はもう500年以上誰にも見せていないのだが、今日は気分がいい。とても晴れやかな気分だ。アドルと赤の王のおかげで最後の研究が完成に近づいたからね。お、男の子。最後の研究だって。アネモナ、最後の研究を形にするため君という存在が必要だったんだ。まさか、アネモナちゃん。お、お父様。え？だって聞いていたのと年齢が。不気味な野郎だ。おお、記憶が戻ったのか。久しぶりだな、アネモナ。もっとも、僕はいつも君たちのことを見てきたが。じゃあ、この人がアネモナちゃんに命を与えた。やれやれ、錬金術師なら何でもありってことかよ。うん。何のために？全ては、今まさに完成しつつある研究のためだ。じきに、お前たちがグリムワールドで戦う必要はなくなるだろう。それって呪いを解いてくれるってこと。呪い？ああ、なるほど。ロスビータはそう説明してたな。お前たちにはアプリリスと名乗っていたようだが、ひとまず赤の王よ、君には礼を言っておこう。ん？本物どうする気？これ以上どうする気もない。必要なものはすでに全て受け取っているからな。どういうことですか？まだやるべきことは多い。
その日が近づいたら僕から連絡しようじゃないか。今日はこれくらいで失礼させてもらうとするよ。待ってください、お父様。それでは赤の王よ、さようなら。消えてしまいました。わけわからねえことを勝手にベラベラと。シャトラールのやつもあっけなくくたばりやがって。クレド君、僕たちが錬金術で作られた英雄たちのホムンクルス、なんて言ったらいいか、とても複雑な気持ちです。でももうグリムワルドで戦わなくていいって本当なの？あの言葉だけじゃ喜んでいいかどうか。アネモナさんは最後の研究とやらに心当たりないの？すみません、もう少しで思い出せそうなのですが。うん、そうだね。まあ一旦引き上げてみたいな。そうですね。それなら町へ戻りませんか？あまりにたくさんのことが一度に起きすぎて。確かにこれ以上ここにいても仕方ないけど。あれ、ボス一体しかいなかったぞ今回。あれはどうしたらいいのかな。このままにするしかないでしょう。どう扱っていいか私たちじゃ分かりませんし。アドル君はアドル君どうすんの？もしかして父さんなら。あれ本物なんだよね。シャトラールの片棒を担いでたはずだろう。どこへ行っちまったんだ。この周辺にはいないようですね。仕方がないわね。アドル君、やっぱり一旦ダンデリオンに戻りましょう。